第1回放送する前からたくさんお便りいただいたということで、すごく嬉しいです。皆さんメッセージありがとうございます。独り言とは言っておりますが、こうやって皆さんのお便りをきっかけに、普段話せないようなこともいろいろとお話ししていけたらと思いますので、メッセージお待ちしております。質問ばっかだと、答えなきゃっていうプレッシャーに今度、押しつぶされ、メンタル弱い、豆腐メンタルなので、質問だけじゃなくて、私、こういうことがありましたっていうところから、あ、実は僕もこういうことあったよっていうね、話に持っていけたらなと思いますので、皆さんの独り言もぜひぜひ送ってきてください。よろしくお願いします。梶裕貴の、独り言。